アメリカインテルマイアミへ移籍した神メッシ無料配布きたー。はい、どうもシャボくんゲームでございます。 e フットボール2023アプリ動画やっていこうということで、先週に引き続き最新ガチャ11回ガチャ引いて当たった選手即じゃあやっていきたいと思います。もうこれさ、デザインだけで能力とかもう関係ねえ、かっこよすぎ。前回のオチュは同様ですね、無料配布メッシを11回ガチャの1枠として今回ですね獲得して使っていきます。なのでまあメッシは確定なんで、残り10枠をですね最新のエピックガチャだったりショータイムだったりも熱くなってくれ、ね、そして週刊復刻のところも引いてねやっていきましょう。ただルーベンディアス腕ゴールというね、腕ゴールにはゲームチェンジパスがついてる。そしてこれサラールーベン総合値マックス98、えぐいぞ。ということで今回ですね、こちらのショータイムイングリッシュリーグプレミアリーグを4枠ですね引いていきます。前回も11回ガチャでショータイム引いたんだけど、もはやこのハイライトとかも当たらなかったからね。シンプルにこのカゼミーロとかさ、こういう背景がちょっと違った感じのハイライトとかも当てたいよね、前回当たらなかったから。それじゃあ運命の1回目、前回引き分けましたからね11回ガチャ即試合、今回は勝ちたい。そのためにもここ光ってくれ。4枠引く中でさ、サラー、ルーベン、腕ゴール誰か当たったらもう激アツ、激アツ最高、ファイヤー、ムーブメント、ムーブメントなんですけどね。お、ちょっと待って、この後ろ姿、ウィリアーン、ウィリアーン、ウィリアーン、ウィリアン、昔ね、あのウィレのね、チェルシー・ウィリアン。めっちゃ強かった印象ある。いやーいいねスキル、ワンパピンポイントクロスにアウトスピンキック持ちでドロップ足裏にダブルタッチとかさ、スキル追加でつけたらウィリアンだいぶ化けそうな性能してますよね。それではショータイム2回目幸先のいいスタートだね。でね、今回ね話したいことがねあるんですけれども、アメリカリーグそしてサウジアラビアリーグの移籍めちゃくちゃ決まってない？まあ、今回ね、メッシがマイアミ移籍記念みたいな感じで登場しましたけど、サウジアラビアとかもすごいことになってますよね。ロナウドが最初ら辺に行ってさ、そっからもう今やクリバリとかも行ったしね。さあ、ロドリゴ、センターフォワード。ってことで、リンクフォワード、ロドリゴがやってきました。完全なる収める系。で、足裏持ってるのでかいですね。結構ね、足裏コントロールの存在ってボールキープするときに大事なんで。カンテにさ、ベンゼマもサウジアラビア行ったからね。で、アメリカだとブスケツとかも行ってるし、すげえよ、もう。アメリカ&サウジリーグがね、ガンガン盛り上がっていきますね、これ。さあ、ということで、3枠目は誰でございましょうかね。今のところさ、フォワードが前線ですね。まあ、サイドのところと来ているんで、真ん中と。まあ、中盤、ディフェンスラインあたり欲しいところだけど、ニールボペーセンターフォワード。待て、ブルーロック、ここはここは青い監獄か。完全にエゴイストたちが集結してきましたね。全員フォワード可能性あるよこれ。オーケーオーケーマイク、ダブルタッチ、これはニールモペエゴイストに名を連ねてきたね。さて、そんな今夜言ってたらですね、ショータイムプレミアリーグガチャが今回の11回ガチャ残り1枠になっちゃったか、引けなかった。今週もショータイムでハイライト11回続じゃ1枠も引けずと。そしてこれ全員星3じゃない。サラー、ルーベン、ディアス、腕ゴールはまたメイン賞やっていきたいんですけど、てかルーベンめちゃ楽しみなんだけど、多分かなり強いですよね。マックス総合値98ってことは、無人島とかでナイフくれたらね、すごい生活できそう。ブロッカーとマンマークはないけれども、インターセプト、エアバトル減った、結構空中戦で空中インターセプトとかね空中インターセプトで想像しただけですごいけど、ナイフあげるに任せたで、ディフェンスライン。サラーのさ、デザインかっこよすぎじゃねえかこれ。そしてお次はね、2枠を引いていきます。こちらプレミアリーグのエピック、ランパーズ、ビッグタイムチェルシーやってきて、スコールズ、パクチソンということで、まあ、こちらのね、エピックを狙っていきます。まあ、本当エピックを当てれたら一番ですけど、やはり150分の1というね、まあ、超絶お祭り、夏祭りの
くじ引きぐらいね、確率が低そうな。昔ですね、夏祭りのくじ引きでね、一枠1等当てたことあるんですよ、自分実は。1等が何だったと思います？2等がね、ゲームキューブだった。1等がね、ローラースケートだったんですよね。どっちかというとゲームキューブ欲しかったな。コナー・コアディ、ターミネーターだ、ジョン・コナーはね。コナー、もうこれちょっとコナーイコールターミネーターって覚えておかないとね。コナー・コアディ、ビルドアップできる系男子ですね、これは。センターバックでボールもスタミナ高い、初期からバックスピンロブを持ってるから、かなりやっぱビルドアップですね。もうプレイスタイルもビルドアップだし、ビルドアップに定評のある男をやってきた。この11回ガチャでさ、エピックとか、まあ、さっきで言ったらショータイムとか当たったらもうね、発狂散らかしますよね。本当にビビるぐらい興奮すると思うんだけど、何の演出もない。やばい、ちょっと待って、星5とか4とかなかなか来ないんですが、前回よりね、ちょっとガチャ運のところがね、だいぶ割れと、ああ、ただ嬉しい、嬉しいな。トロサール、レベル1だからでも仕方ないよね。星3とかドリブルできてさ、決定力も持ってる、瞬発力も高いし、いいよなこのスキル。望遠鏡じゃなくて双眼鏡ペドリね、欲しいな。メガネペドリ200なんで、確率的にはね、ちょっと枠的にも低いけれども、そこ当てれたと。ただ星5でかい。前回ね、週間結構星3とかばっかりだったんで、待って、77はやったー、やったぞ。クバラツェリア、マジでこれブルーロック状態化してる。もうね、ストライカーがね、満載、野村満載揃ってきてるんで、これまだインサイドレシーバー状態のクバラツェリアだよね。そうだよね、前回さ、無料配布のオチアがいたからキーパー問題なんとかなったけど、今回はやっぱそうもいかないですから、ゴールキーパーはね、最低でも1人当てておかないとね、悲惨なことになる可能性がある。ディビジョンまで何が待ち受けてるかわからないからね。で、できれば中盤も欲しいね。トロサールがなんとか中盤できるんでいいんだけど、ジェームズ・マディソン、中盤嬉しいな。やっぱ中盤来てって言ったら中盤来てくれる救世主、チャンスメーカー、 OMF、 中盤もうザ・中盤の能力だもんね。散らしてくれ、散らし寿司しまくってほしいですね。パス系のスキルも兼ね備えてるし、アウトスピン持ちでいいね。マディソン今回の司令塔かな。だいぶね、フォワード中盤のところはもう揃ってるんで、できればね、これ週刊旗手とか欲しいですよね。旗手選手中盤できつつ、ほんとこう、なんていうの、オールラウンダーみたいなタイプが欲しいね。で、からの、バックレーン。ここいない。おお、来た、よっしゃ、ハートトゥー、ありがとう。旗手選手ってさ、サイドバックとか適正あったっけ？これ中盤、確かね、この技選手めちゃ強いんですよね。よしよしよし、サイドバックもちゃんとできますね。これよ、これ、この適性の広さ。2列目からの飛び出しで。10枠目。一応もう、確定のところを除くと、ラストピースになるんで、誰が引けるか。で、まあ、ゴールキーパー。これでゴールキーパー出なかったら、うちはもうね、ブルーロック状態になるんで。イエモンみたいなね。ブルーロックのイエモンみたいな感じで、ゴールキーパーがなしだが、18、あー、でかいね。これ、中盤ちょっと多めでいいかもね。カゼミーロ、ただ、カゼミーロめちゃくちゃ嬉しいんだけど、ゴールキーパーがですね、今回当たりませんでした。中盤、まあ、ディフェンスなんとかなりそうだね。シュートを打たれなければそれでいいんだっていう精神でね、シュートを一本も打たせない戦い方でやっていきたい。最初にもお話しした、こちらの、マイアミ、インテルマイアミ移籍メッシ。これさ、デザインかっこよすぎじゃね？もうこれ背景かっこよすぎるもん。かっこいいわ。花火も上がってね。性能かなり気になってたんだよね。もう写真100点。デザイン100点でプレイスタイルチャンスメーカー。初期から能力高え。メッシ、ボディコン89。11選手。飯田選手をですね、早速スカットを作っていきましょう。対戦。よろしくお願いいたします。お相手さん、ディビジョンさんの方、これなんて読むの？タンロド？何の略だろう？何の略かわからないけど、気になるけど、調子だ。おお、ロドリゴが、覚醒のロドリゴ。俺はゴールキーパーもやってやるっていう声が聞こえますね。
フォワードなんて関係ねえと。そして全員調子を普通以上保っている。これは奇跡か。お相手のメンツが気になるところは、メッシ好調もでかいですね。レオンレオンいるじゃん。しかも4141、かなり固く強いフォメで、ムバッペショータイムにベルナルド・シューバリロンからのジェラードで、左にマクシマン VS ウィリアンですね。これはやるかやられるか。行きましょう、デスマッチ即試合。しゃあお願いします。レオンはマジ要注意。まずは裏ケアだね。さあ、ただ引きたくはない。まあ、ここ開くのは仕方ない。オッケー、大丈夫。レオンのとこがね、一番注意だから。引きすぎたらダメよ。トロサル。やばい。ナイフあげる。やらせ、ナイス。さあ、これはカウンターか。ウィリアン、メッシ。来た。ナイフあげる。ミニルモペ。ナイフあげるはセンターバックね。さあ、大丈夫。横パス。これはうまい。早いコマン。旗手、旗手レオです、皆さん。これが旗手いいよな、やっぱ。さあ、カゼミーロがいいビルドアップしてくれ、お願いします。くぅ、コマン怖え。しかしこっちちゃんとビルドアップしていくから、ちゃんと切ってるね。旗手がね、ほんとサイドバックできるのでかいな。大丈夫。うわ、これはちょっと波状攻撃怖いわ。コーナー頼む。オッケー、特殊ダブル立ち読み。さあ、メッシで裏でいいんじゃない。通るぞ通るぞ。これはメッシ通す。なあ、しかしまだある。早めのプレス。くぅ、ここで剥がされたらきつい。カゼミロやばいね、カゼミロ。うわ、ただ早い。結構やっぱ早めにやっていかないと怖い。レオンやめて。ナイフをあげる。メッシ頼む。やったー、ニールモペダブルタッチ持ってる。そしてスルーパスも通りそうじゃない、これ。来た、マジョー、ありがとう。これがカウンターよ。11ヶ月即試合軍団のね、今日張って、今日集まって、そして連携はもう最大レベルという。ありがてえ。マディソン、ナイスゴール。いい意味でさ、予測してなかった選手が決めてくれましたね。サンキュー。さあ、で一回旗手に当てて、旗手開けましょう。旗手来たんじゃない。旗手シザーズクロス、よっしゃー、ニルモペー来たもうこのチーム今日集まったばっかなのにめっちゃ調子いいぞ、みんな。マイアミメッシのメイン仕様めっちゃしたいな。そしてうわっ、焦るな。ナイス、クバラセリア戻る。まじ守備がね、みんな生き生きしてんのよ。マイアミしてますから、チーム。いや、ボールも持てて、シュートも打てて、完璧な流れだね、これは。完璧な流れだね、これは。中盤のマディソン、そしてカズミーロがね、すごくいい。あと、4-4にかなり効いてるわ、これ。メッシ当てて、さあ、メッシのパスも刺さる。ウィリアン、マネのところ前線で奪いたい。やっぱね、個のところになると、どうしてもお相手の子が強いんで、あんまり接触したくないんだよね。だからドリブルしたいんですけど、やっぱ怖い。したいけど、しすぎるとやられるみたいな。ナイス。その中でこの、ウィリアン、いいね。あー、やっちゃったよね。こういうとこですよ。悪いとこ。さ、カゼミーロがただね、うわ、後ろ足無理。ちょっとうまい、旗手頼んだ。いや、マジでやめろ、シュート打たせるか。危ない危ない。今さ、ファイトリックしなかった、ムバッペ。大丈夫、焦るな。やばい、シュート打たせちゃダメだシュートを打たせたらダメなんです。こちらのゴールキーパー絶好調、ロドリゴとは言えねえ。やはりキーパーをやったことがないということで、フェルナンド・トーレスか。トーレスやるなぁ。余らないんだよな。うわ、いい、余った。よし、旗手が、旗手が最高。よしよし、旗手のポジショニング。セルティックとさ、マリノスの試合でもめちゃくちゃ活躍してたみたいですね。ちょっと実際見れてはないんだけど。6
64のすごい試合だったらしいからね。打ち合いだね、まさに。さあ、ここはちょっと一回マーディソン持って、メッシュを使って、ダブルタッチ。で、もう一個。当たって、あー、なんか違う。なんか違うけど、まあいい。ちょっと待って、裏一発をやめてね。裏一発が怖い。そうだね、あの裏で一発やられるっていうのは結構ある話なんで、カードルチェンジを早くしていく。トロサートロサール適正ないけど、マネとの1対1を。よっしゃ、もう鬼の読み。これ以上ない鬼の読み。ウィリアンが、あ、ん、焦るな。そこは、ん、戻れ。戻りっちゃ上がってくる。よし。さあ、一回浮かしていこう。メッシはほぼ 100% 通すからね、ああいうとこ。なんかでも、カゼミーロの安心感すごいわ。これ、カゼミーロ当たってよかった、ほんと。クバルゼリア、ちょっと待って。ちょっと待ってください。嘘でしょ？やってしまった！完全にやっちまった！うわー、勝利の流れが見えてるところからの、これは私、大失態を犯している可能性がある。でほでほで、さあ旗手が上がってきた。旗手が上がってきて、んパス通したいがコーナーキック。いやもうこれキーパー上げよう。ちょっともう本当に僕は何をやってるんだ。これ上げる。ちょっと待って、キーパーどこ、キーパーどこいるか分かんないけど来た。やばい。うわー、ちょっと緊急手じゃ入んなかったか。いやーでもいい、キーパー戻ってるわ。キーパーどこいるか分かんなかったわ。さあ、まだあるぞ、でも。ワンチャン。うわ。やばい。まだある。逆にやばい。うわぁ、引き分けた。悔しい。これがサッカーです。一個のね、やっぱああいうミスから失点を生まれる。皆さん、自分のようなミスをね、しないでくださいという謎のね、謎の回になっちゃったけど、うわーマジかー、悔しい。ということで、勝利することはできなかったんだけどね、次の11回ガチャ即試合は絶対にもう勝つんでね、ほんともう次はもう負けられませんよ。そして今回登場したですね、もう今週メッシの無料配布全ユーザー来たり、プレミアのねショータイムサラーとか腕ゴールとかも来てるんでね、メッシをもうガン頑張っていっていこうと思うんで、ゼミさん、あと遊びに来てください。気合引き締め直してね、またやっていきましょう。さよなら。